はい、前回の続きがやってきましたと。今兵力を蓄えて新しいお城をねどっか建てようかなと思っているんですけど、とりあえず今運んでますからね、これが終わるのを待ちましょう。今なんかできたね。研究も続々、研究はもうできない、これがまだできない、これはねいらないんだけどね。開発はもう全部終わってますね。あと一人頑張ってるやつがいると思うんだけど、ここで。かしこまりました。これも頑張ってる。この辺まだやっ出ないんだな。こっちにずらしちゃおうか。まあいいや。お任せを。道を作っておこうか、ここ。かしこまった。承知しました。祈祷を増やしたいんだよな。こいつが運ばれるのを待っているんです。どいつだ、こいつだ。任せよ。敵部隊壊滅。
じゃあちょっと6月になったら新しいお城を作ってみようか。とボフェを一旦やってもらって、で一回セーブをしてですね、築城、もうここ道まだつながってた、ここにお任せを。建てられなくなっちゃったじゃないか。あ、大丈夫か。ああ、やっぱりお城建てられない。ロードセーブしといてよかったね。こいつがダメなんだよな。ではこっち、お任せあれ。またかよ。ムカつくな。なんで同じことが起きんだよ。なんで同じこと2回や3回もやらなくちゃいけないんだよ。誰がやってもらえちゃうのかな。同じこと何回もさせないでよ。今度この人ね、森田さんは大丈夫かな。同じことなんで任せあれ。こんなにやんなきゃいけないんだろうな。お任せを。承知しました。ダメかな、まだ。またな、またなるかもね。森田さん。ああ、また。なんてだろう。あ、でもいい。こいつはお城作ってくれるからいいんだよ。かしこまりました。あ、今までずっとこうだった。
敵隊壊滅しました。今までそうだったんだ。行け。勘違いしてた。ああ待ってな。降りかかる。よかった。町並みを制圧しました。あれ今俺今時間止めたんだけどな。畜生が本当に時間止めて時に、ああ最悪だな。もうもうちょっとでさ歩兵できる時間がなくなっちゃうからね、それをやろうかなと思っていたんだけどさ、歩兵がさ、これはいいんだよ。これはねこのことだ。あーかっこいい。ね、ここが4なので、ここでもう一回歩兵ができるっていうことですね。築城完了した。この瞬間にここに、これをこっちにやって、でここも天道にする。この点と、ここも点と、ここも点と、一旦セーブしてですね。使用するんですが、6万でも9月になったらご飯が手に入るので、それをちょっと期待して、入場にして天童に運ぶ。でここでもう一回セーブするね、寝返ることがあるので、ここでセーブしといて、セーブしてからここを解体します。市場はね、作れる個数が限られているんですね。それとここがね、攻められることもない、まあないと思いますけどね、空にしとくとね、攻められる時もあるんですよね。まあ残しておいてもね、支障はないんですけどね。建てられる数が決まっていても結構建てられますからね、壊すね癖がついちゃってですね。残ってる人間は天道に連れていく。で歩兵ができるんだけど、ああお金がないから、歩兵用のお金を取っとかなくちゃいけないから。あ、そうだ、 こいつはもうこれ。お任せください。違うんだよな、ここで歩兵ができるんですよ。はい、歩兵です。これを持っていきたいけどね。
時間が来ちゃいましたね。じゃあ今回は天道城を建築したっていうことで、ね、終了しようかなと思います。天道城築城セーブ。ではさよなら。